洋卵。洋卵は、干渉目的で栽培される、主として、熱帯起源の卵化植物及びその交配品種のこと。その趣味が、欧米経由で、日本に入ったことから、この名がある。おおむね、大輪で派手な花を持って、良しとする。卵化の植物は、花の美しいものが多く、特に熱帯域ではその種類も多く、 微例なものや不思議な形のものが多数知られている。それらを園芸の立場から養卵という。野生から採集したもののほか、交配などの品種改良も多く行われ、おびただしい数の品種が作られている。卵化では属間雑種ができる例も多いことから人為的な属も多い。ただ、そのような採集のために野生種が絶滅に瀕する例もあったことから、現在では、 最終に制限がかけられるなどの保護策が講じられている。栽培は普通は温室で行われるが、熱帯域では屋外で栽培される例も多いし、温帯であっても体寒性の強い種は野外で維持できる例もあり、必ずしも温室は必須ではない。日本ではむしろ夏の暑さを避ける必要がある例もある。いずれにせよ、卵化は特殊な貧困を持つこと。 着生植物が多いことなど、一般的な園芸植物とは違う面が多く、栽培には特殊な素材や鉢を用いるなど、独特な面が多い。ヨーロッパにおける卵栽培は、ほぼ18世紀に始まった。当時は温室などが普及しておらず、それを手にするものは少なかったが、やがて栽培技術の向上とともに広く、親しまれるようになった。 世界各地の熱帯から新しい種が導入されるとともに、後輩によって多くの園芸品種が作られた。19世紀にはアメリカにも導入され、ハワイで洋卵栽培が一つの産業として定着するに至った。現在では熱帯の各国で生産が行われている。その後、エリクロンポーなどの大量増殖の開発、密閉性が良く家庭内暖房の効いた住宅の普及、 無菌発種法による交配、品種改良の効率化などによって一般にも広まり、庶民にも普及した一つの園芸のジャンルとして定着している。洋蘭趣味は、元来は栽培をして花を咲かせて楽しむというものであったが、栽培と繁殖の技術の向上によって安定的な供給が可能なり、開花株や、あるいは切り花の生産販売が産業として成立するようになった。 なお、中国でははるかに古い時代から、主大部など教養人の高尚な趣味として、温帯地上性の小型のシンビリウム属の卵化植物を栽培することが行われ、突然変異個体の選抜による様々な品種が栽培されていた。それらは日本にも伝えられ、中国伝来及び日本に自生する春卵や寒卵のような温帯性シンビリウム属の卵に加え、 風乱の変異個体の品種群である復帰乱、及び摂国の変異個体の品種群である調整乱と共に東洋乱という違ったジャンルを形成している。なお、近年ではこれらをも洋乱の中に取り込むような動きもある。洋乱趣味はヨーロッパから始まったもので、特にイギリスがその発祥とされている。この頃、世界各地の品物と共に、 多くの植物がヨーロッパに持ち込まれ、園芸用に栽培された。熱帯産の卵化植物も様々なものがヨーロッパに持ち込まれた。ヨーロッパに熱帯性の卵が紹介されたのは、1731年で西インド産のブレティアベリカンダがイギリスに持ち込まれたのが初めてとされ、この種は翌年に開花を見た。1800年代にはバンダ、 デンドロビウムなどが紹介され、1823から1825年には、スタンホペアや、オンシジウムも導入された。この頃は、音質も、不完全であり、栽培法もわからない状態であったが、その後は、暖房可能な音質も作られるようになり、19世紀半ばには、乱栽培に関する書籍が出版されるようになった。水苔が栽培に用いられるようになったのも、この頃である。 後輩品種の作出もこの頃に始まった。1853年にイギリスのビーチ紹介の栽培主任であった。ドミニーはオナガエビネとツルランとの交雑を成功させ、1856年に初めて開花させた。この後輩種はカランセドミニーと命名された。これ以降多くの後輩品種の作出が行われるようになり、1859年には、 カトレイヤでの主観交雑が、1863年には、レリアとカトレイヤの間での続観交雑がやれた。これによって、溶卵栽培において扱われる品種の数が、はるかに増大することとなり、情報の混乱も見られるようになった。これを防ぐために、蘭賞であったサンダー商会が統一したリスト作成を、提唱、1946年に、それまでに知られた。 交配品に関する情報、良心、作出者などを網羅したリストを作り上げた。それ以降のものについても追加リストの作成が行われ、1961年以降は、この事業が王立園芸協会に引き継がれ、サンダーズリストと呼称されている。ここに記録されている交配品種の数はすでに10万を超えるという。アメリカでの乱栽培は1836年頃に、 始まる。1920年にはアメリカラン協会が設立された。日本には明治の頃に持ち込まれた。明治22年に司者福場隼人がフランス留学から帰国時にシンビジウムやオンシジウムを持ち帰り、明治27年には新宿御苑に温室が建設されて本格的な養温栽培が始まった。当時の家族や皇族の間で広まった。 当初は株分けによる父とした増殖しかできず、栽培にも高価な温室が必要で、上流階級の趣味か、せいぜい専門業者による高級切り花として販売されるにとまった。産業としての卵栽培は、カリフォルニアやハーイに始まり、シンガポールやタイへと広がった。日本へは昭和30年代後半に導入された。沖縄では、 デンファレ系の切り花栽培が1975年から急増し、産業として定着するに至った。現時点において、主生産品の位置にいるのは、シンビリウムノビル系デンドロビウム、それに、後発のデンファレ系と、古長蘭である。全2社が古くから出回っていたが、それらは開花時期が冬に限られ、そのため、年末中心の生産と需要を持っていた。 それに対して、5日社は春から夏に開花し、そのために中年需要に対応することができるようになった。さらに、それらは栽培技術の進歩もあって、周年出荷の形へ展開した。今のところ、この4つ以外に商業的に安定供給されているのは、カトアパフィオペディルム、それに、オンシジウムにミルトニアが少々といったところである。 長い前を卵栽培は極めて高級な趣味とみなされてきた。理由としては特殊な技術や設備が必要であることもあるが大量増殖が極めて困難であった点が大きい。これには二つの面があり、一つは種子からの繁殖の困難さ、もう一つには株を増やすことの困難さがある。種子に関しては卵化植物は莫大な量の種子を作るが、それが あまりにも小さく、しかも、貯蔵栄養を持たないという特徴がある。自然界では、いわゆるランキンが強制することで、初めて発芽生育が行われるが、これを人工的に行うのは難しく、例えば親株の根元に巻くなどの方法も知られては、いたが、成功率は高くなかった。株の増殖は、改良品種などの系統を維持するには必須である。これに関しては、 種類にもよるが、多くの卵化植物は繁殖が早くない。口述の単形性のものでは何年も一株から増やせない例もあり、複形性ではもう少し増しではあるものの、その増加率は高くなく、例えばシンビディウムでは年に2倍程度と言われた。このことが卵の値を高いものとし、1960年代には、ものによっては一チが、月収や年収に相当するなどという話もあった。 この状況を激変させたのが無菌波種法とメリクロン技術であった。無菌波種法は寒天場地置に必要な栄養源を添加したものに種子を散布する方法で、このようにすれば卵化の種子が菌の存在なしに発芽成長することはアメリカのナドソンが1922年に発見した。この方法は目的とする種の繁殖法としてだけでなく、 荒廃品種の作成にも大きく預かることになった。欄科では、主観だけでなく、属観でも、年性のある雑種が作れる例は多いが、交雑によって作られた種子の発芽が、それまでは保証できなかったからである。メリクロンは、成長点の組織細胞を人工培養する技法のことで、元来はウイルスに感染した植物から、ウイルスのない株を取り出す技術として開発されたものだった。 1960年にフランスのモレルがこの目的のためにシンビデジウムの傾聴組織から新しい植物体を生育させることに成功した。同時にこの際に培養中に組織が数倍に成長するという点が注目され、むしろ繁殖法として利用できると考えられるようになった。1963年にアメリカのウィンバーがシンビジウムについて液体培地を用い、 浸透培養することで繁殖させる方法を開発。さらにモレルは他の卵化植物でも同様な方法が有効であることを示した。現在ではシンビジウムの場合、1年で約4000倍から1700万倍まで増殖が可能という。基本的には観賞用ではあるが、内容的には大きく2つに分かれる。趣味としての栽培と切り花ないし、 鉢物として販売することを目的としたものである。元来は、洋卵栽培は、趣味の対象のみであった。栽培に温室など、高度の施設が必要である上、繁殖力が低いので、販売するには効果であり、産業として成立しなかったからである。だが、熱帯域の国での栽培が広まることで栽培に、施設が不要になり、また、 蒸気のような大量繁殖の技術の成立により、はるかに安価に生産ができるようになったことから、洋卵栽培は産業として成立するようになった。現在日本で販売される洋卵では、胡蝶卵が最も量が多い。胡蝶卵とデンファレは周年にわたり、花や開花株が出荷されている。また年末にはこれに、多量のシンビディウムが加わり、さらに、ノビル系、デンドロ、 オンシジウムやパフヨオペディルムも数を増す。これらの多くは贈答用として販売される。それらは見かけの上では鉢物であっても、幸いを前提としない例が多く、使い捨て的に扱われる。それでも根まであるだけに花持ちは良く、一ヶ月程度は干渉できる。特に複数の家計をつける大株仕立ては、実際には個々に開花させた鉢物を出荷時にまとめ植えしただけで、 表面のマルチを剥がすと大鉢にビニール鉢がそのままで入っている例も多い。栽培をする場合には、そのままでは水やりすら非常に困難で取り分けた上で植え替えをすることが推奨されている。洋ンは多くが熱帯域のものなので、季節は関係ないかといえば必ずしもそうではない。もちろん多くの群が含まれるので、一概には言えないが、 はっきりと開花期を選ぶものは多い。特に販売量の多いものでは、シンビニウムとノビル系デンドロビウムに、それが顕著で、いずれも寒冷期に加賀を分化し、その後に開花する。そのため、開花株が流通するのは、冬から春に限定される。他方で、デンファル系は、熱帯タウリンの酸するもので、温度さえあれば、通年開花する。も低温で、を分化するが、 さほどの低温を要求しないので温度管理によって、開花株が通年流通している。カトレア類では種によって冬先、夏先などの別があり、交配種では開花期が不明確になる傾向がある。ヨーランと言われるものは、ほとんど世界中の熱帯地方からもたらされたものと、それらを交配して得られた園芸品種によって構成されている。シンビディウム属の一部やパフィオペディルム属などを除くと、 その多くが着生植物であるため土に植えるには適さないものが多く、栽培には、鉢植えの場合は水苔、樹皮チップなどが、自生状態と同じ着生状態での栽培には、ヘゴた、コルクの未加工の樹皮などが用いられる。対象となる属は極めて多岐にわたるが、それらを大きく区別する類型がいくつかある。成長の型として、タンク規制と複形性がある。 栽培温度に関連して、高温性、中温性、低温性を区別する。この他に、クールタイプと呼ばれるものがある。これはむしろ夏の暑さに対する耐性の問題である。熱帯地方の標高の高い地域に生育する種には、夏の高温に耐えられないものが多く、それらはむしろ冷房によって、温度を下げ、さらに湿度を与えた条件を作ってやらなければならない。ミルトニア。 マスデバリアなど。洋欄の名前は、学名と独特の個々の名前とで呼ばれる。それらは、主に、英国王立園芸協会の管理下にある、サンダーズリスト、サンダ、エスリスト・オブ・オーキッドに集約されており、これによって、国際的な統一が図られている。人為的な新品種は、それが新しいものであることが認められれば、優勝で登録される。原種の場合、 基本的には、学名のままで呼ばれ、さらに亜種や品種、品種名があれば、それを添える。分類学上で扱いが変わった場合、例えば分類体系の見直しで属名が変わった場合には、それはこの分野にも反映される。ここまでの範囲では、植物の分類学における扱いと同じである。主観。 あるいは族間の後輩で作出されたものについては、両親が同じものは同じ名で呼ぶ。その際の種称名にあたる部分には、それなりの名が与えられるが、ラテン語化するなどの縛りはなく、また一つの単語でなくてもよい。表記上は、頭文字を大文字で書く、学名の種称名は小文字で始まる。また、原種であれ、後輩品であれ、名称は同じであっても、 特に干渉上優秀な個体、あるいは系統を個別に扱うことがある。これは個体名と呼び、学名の後にシングルクオーテーションで囲んでされる。これは一般的な用語における品種名に当たる。以下のような使い方が慣例的に行われる。このような情報は個々の株にとって重要であり、また実物を見るだけでは判断し難い場合もあるため、それらは ラベルも記録し、それを失わずに添付することが重視される。ラベルにはさらにその株の受賞記録なども記入される。代表的なものを以下に記す。特に、カトレイア・パフィオ・ペディルム・レンドロビウム・シンビディウムの4族が有名で、これらを4太陽欄ということもある。近年は、誇張欄とバンダも普及が進んでいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。